うすらぬら、お池にいざなうカエル怪人。トピトピギーでカエル怪人に引っ張り込まれるってよっかいな。おっかない噂が広がっている。カエルといえばあいつが思い込むけれど、きっと別の怪人、いや、妖怪の仕業だよな。カエル怪人っておっかない奴がいるんだな。カエルって、そして、キャラ長い方の子なの？正規の強いあいつが地形なんて起こすかな。つまりそういうことじゃ、黒い太陽に見ちゃって、見入られて、変になってんじゃ。見入られてではない。見入られてはないか。単に支配されてるだけかもしれない。黒い太陽の方というもの、みんなにどうした俺も一緒に荒ぶってしもて、走ってる系だと。どこら辺？あ、ここら辺ね。トレジャーの方もちょっとやりたい欲望あったりするけど。それはまた、違う時にやろう。どこ？この子、この人か。君たち向こうの方行かない方がいいよ。まあ、その帰り会にはまた間違い出てさ。私なんて池の中に引きずり込まれそうになったんだよ。よく逃げられたな。で、捕まれたんだけど、カエル怪人の手がぬるっとしてたからスポッと抜けたんだ。ぬるっと、スポッとか。それちょっと楽しそうかも。楽しそうなんか。いや、なんでやねん。いや、でもカエル怪人って名前がいかにもガッツカメに出てきそうなカエルだな。ガッツカメ？あ、それってめっちゃ昔のやつじゃん。おじいちゃんに聞いたことあるよ。君っては植物性なのに渋い趣味してるんだね。まあまあまあ、カエル怪人も俺妖怪探偵で任せておいてよ。妖怪探偵団？別の人たちがマジでいるなんて。なんかカエル怪人と似たような扱いだな。カエル怪人マジでぬるぬるしてたから妖怪探偵団と言っても気をつけないね。オッケー。よしよし、本当のことは分かった。早速カエル探すぞ、カエル怪人。でもこんな綺麗な公園に怪人なんて いるもんなのか。どこかに潜んでるのかもしれないな。こういう時はサーチしてみよう。おう、よし、ござる。見つけて成敗するでござる。いないけどな、この辺り。あ、なんかいる。さあ、何かな、ここで来るんかな。よきませんかい。いや、なんでやねってなるもん。いや、でもこれか。よし、わあ。鳥がいる。コマジロウを見つけた。やっぱコマジロウやん。黒い太陽かな、やっぱ。モンギーやっぱりコマジロウだよな。一体どうしちゃったんだよ。カエル怪人ってお前のお友達だったのか。モンゲロウ、ほら、お前くん。そのこと言う友達だな。いやいや、こちらこんなこと言うやつじゃないんだよ。モンゲロウ。な、黒い太陽だよ。これはその影響だ。コマジロー。まさかこれでコマジローも使えるようなんじゃね？なんて思ってた。よし。おっと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 。よしナイス。おやおやうりやうりや。あかん、死ぬ。脳筋になったら死んでしまうかよ。何その攻撃。おっと、終わった終わった。じゃあな、コマジロ。おっと、いろんな EXP が溜まっていく。
果たして。ゲロ。モンゲロ。ほら、今まで何よ。お、コマさん出てきた。ほら、コマジロ。作業こそなんてあんたして恥ずかしいぞ。兄さん。兄さん。開花人の兄さんっているじゃん。未来の世界すごいな。いや、未来とかは関係ないから、この二人だけが特別っていうか、うすらぬらに書き込まれてきような妖怪は三流。だからそう言い聞かせておったらに。こんなこと言ってたんだ。ゲロ。ほら、黒い太陽を見たときに、頭の中がもうやーってなって、それから、気がついたら人間を驚かすのが楽しくなってたんだけど。ゲロ。でも今もうそんなことないゲロ。頭すっきりゲロ。してほしいゲロ。余計するんじゃない。それの役は嫌ゲロ。すまんの。俺のどれが迷惑をつけた。どうとしもやつけたものか。落とし前？いや、そんなの。もう落ち着いたみたいなんだし。そうだよ、カエル怪人。いや、コマジロを改心したんだから。もう悪いことしないって俺たちと約束できるよな。ゲロ。ゲロ。大丈夫。兄ちゃん、犬だってお前のことを思って叱ってくれたんだから。俺、なんか母ちゃんのことを思い出してもらった。早く落ち着かいとして強くなって母ちゃんの魂を取り戻さなくっちゃな。しん。あんま。小町郎、みんなに言うべきことがあるんじゃないか？ゲロ！迷惑かけてごめんなさいゲロ。ほら、もうみんなの力になりたいゲロ。じゃ、来た来た！マジだ。コマさんの。いやー、つけんでいいかな。あんまつけんの好みではない。もともと。それにしても黒い太陽って一体何なんだ。で、これあともう一個すると、タイから何か連絡があるのかもしれない。お、ジバネンのレベル上がりますね。ちょっと清流が変な感じやな。人体模型の不気味な質問やろうか。また間違えてる。いや、間違えてる、間違えすぎてるよ。クエスト、クエスト。うん、これ行きましょう。てってってってん。夜の桜、夜か。未来で人体模型が動くの？妖怪の仕業でしょ。でしょうね。動く人体模型か。いや、まさかね。このまさかやね、きっとね。夜のって載ってたからな。事務所でちょっと夜にしていこう。変えるぞ。夜まで寝る。昼夜逆転真っ只中。そんな感じな。いや、リアルの方ではそんなことはない。あれ始めよう。あれちょっと待って。一旦ちょっと待ってて。また間違える。間違えすぎじゃねっていう話。ここじゃね。